わかる？わかりません。わかる？いらっしゃいませ。新宿2丁目からニューレディの肉の工事肉用がお送りいたします。本日のご質問は、ドラえもんの道具で一番欲しいものは何ですか、というご質問です。僕わかるえもん、わかる。圧倒的にどこでもドアが欲しいです。なぜかというと、私はとても旅行が好きなので、空港に行くくらいまでは気分が高揚してですね、楽しいんですけども、実際にやっぱ飛行機の移動ということになると疲れますし、あと待ったりする時間もですね、結構あるんですね。そういうのですごく疲れてしまうので、それをすっ飛ばして旅行できるのであれば最高ではないかなというふうに思います。私はですね、ちょっとうっかり屋さんでですね、遅刻しそうになる時が頻繁にあるんですね。だから起きて着替えてすぐに移動できるのであれば、なんとありがたいことかというふうに思いますので、どこでもドアがいいなというふうに思います。どこでもドアがないからですね、私もなんかこう頑張って、ちょっと高いんですけども、新宿の真ん中の方に住んでいて、どこでもドア代わりにそういったところに住んでいるというような状況。ちなみに似たようなタケコプターなんですけども、女装の時パンツではなく、どちらかというといつもスカートを履くので、完全にですね、下の人からスカートの中を見られてしまうのではないかという危険がありますので、タケコプターだとちょっと厳しいかなと思うので、できればどこでもドアが欲しいと思います。以上、こんなん出ました。よろしければフォローをお願いいたします。またねー。